みんな、こんにちは。僕は猫のニャンゴロウ。今日見てもらうのはこちら。コンビの解散だよ。それじゃあ最後まで楽しんでいってね。ああ、丸のやつ遅いな。まあでも。多分昨日も先輩と飲みに行く言ってたから、ちょっと起きんのしんどいんかもしれへんな。おはようっす。ごめんごめん。いや、いいよいいよ。お前遅うまで飲んでたやろ。ああ、せやね。ちょっとそれで遅れたわ。で、話って何？まあ俺らさ、まあ、睾丸っていうコンビでずっとまあやってきたけどさ、解散しようと思ってんねん。そっか、うすうす感づいてはいたけどな。一応理由聞かせてもらっていい？なんていうかさ、正直なところさ、お前売れてるやんか。でも俺だけ一人歩いてたら、ほんまに誰か分からへんって言われるね。こんな感じ見たことない、なんて読むねんってイメージやねん。お前と一緒やったらこう、ああ睾丸やみたいな、お笑いコンビの睾丸やって、後輩もお前通るときはおはようございますって言って挨拶するけど、俺一人でこうやってなんかテレビ局とか歩いてても誰やろみたいな、 AD とかと間違えられたりとかするね。まあまあまあ、そういうことは、まあ俺は顔がちょっと分かりやすいからっていうのもあるんかも。いや、気ぃ使わんでいいよ、ほんまに。俺なんてこんなもん。なんやこれ。なんて書いてんねん、こんなもん。お前通って初めて、あ、睾丸やっていう。じゃない方芸人や、正直。この組み合わせでやっと呼んでもらえるみたいな。いや、お前はポップでいいと思うよ。マルなんて。小学校1年生で習う感じや。俺なんて義務教育でこんなん習わへん。義務教育で教えられへん。かといって社会出てから使うか言うてこんなん使わへん。保護者こんなん使わへん。保護者先生の手紙でこんな字使わへん。使うとしたらこう使うけど、こんなん先生 こんなん保護者先生の手紙でこんなん、このこんなん使わへん。睾丸って言わへん。書かへん。何が言いたいの？まあ俺は正直その丸と一緒にずっとやってきたけど、まあ、やっぱこうじゃない方芸人ってずっと言われるぐらいやから、俺ピンで挑戦しようかなと思って。ピンで挑戦したら余計誰か分からへんと思うで。いや、俺は正直まあその今大きいっていう感じの大っていう兄さんと絡んだりとか、福っていう幸福の福と丸福っていう2人でラジオをやらせてもらったりとか、そういう感じにはなってるけど、俺は甲が書くネタとか好きやし、戻ってくるところはこれやなって思ってんねん。でも俺らこれやから深夜番組しか持たれへんで、モテてもこれやから。いや、でも戻ってくるとかそこやなと思っててん。それやのにお前が解散って言うから。いや、でも俺もちょっと一人でやってみたい。もう俺は幸せは諦めたけど、この世界で売れてやろうとは思ってる。幸せ諦めんでええよ。いや、俺は幸せになる素質がないから。そんなことないよ。お前の感じ、幸せ入ってるし、ポテンシャルあるよ。まあ、とにかく今までお世話になったけど。でも俺ら M1 ラストイヤーやんか。M1 出てから決めても遅くないんちゃうん？ M1 か。それまでやってくれるんか？当たり前やんけ。まる、お前ええやつやな。さあ、解散の話は先延ばしや。漫才の稽古しようぜ。ありがとう。じゃあ。
はい、どうも、どうも、こうです、がんです、こうがんです。よろしくお願いします。いやー、頑張っていかなあかんな言うてるんですけどね。はい。いや、この間ね、コンビニ入ったらね、店員の態度が腹立ってね。ああ、態度悪い店員たまにいるよね。俺なんか接客めっちゃ完璧やからな。マジかよ。ほな、俺お客さんやってコンビニ入ってくるから、お前、なんか雲落ちたぞ今。お前ちゃんと店員できねんな。できるよ。なんやるわ。ウィーン、いらっしゃいませお客様、私のお尻を見てください。いや、なんでやねん、なんでケツ見せてくんねん店員が。ちゃんとせえよお前、接客ちゃんとできるんやろ。できるよ。もう一回な。ウィーン、いらっしゃいませお客様、私のお尻を見てください。いや、なんでケツ見なあかんねん。いやいや、おかしいや、ちゃんとせえよ。ウィーン、いらっしゃいませ。私のお尻を見てください。ネタおもんないな、お前。ネタおもんないから解散しよう。ガーン。